世田谷区では献立の移り変わりや区内で採れる野菜などを紹介する学校給食店が開かれました。この催しは保護者や地域住民に学校給食や食生活について考えてもらおうと2年に一度開かれているもので、会場では下山白菜などの世田谷ならではの野菜や給食メニューの変遷などが紹介されています。また食事と排泄をテーマにした食育の講演も行われ、親子連れなどが真剣な表情で聞き入っていました。本当はあまりナスが好きじゃないけれど、この話を聞いたら少し食べてみようと思いました。あ、なんか美味しそうだなっていうのと、食器がやっぱすごく綺麗なので、私たちの時ってなんか銀のカンカンカンっていうなんか質素なものだったのでいいなと思いました。世田谷区の担当者は区民の健康づくりにも役立ててもらいたいと話していました。